皆さんおはようございます。小野坂雅也のニューヤング TV 始まりますよ。ねえ小西さん、はい、どうですか最近調子は。調子はいいですよ。マジですか。すこぶる元気です。元気ですか。はい、最近ほらもう寒くなってきてさ、はい、また例のインフルエンザが寒くなってきて僕は寒くなってきた。違う小西さん、なんぼ僕でも上着は着てますよ、はい。僕あのお洋服が好きだから、はい、その冬になったら、うん、こう毛皮のコートとか買っちゃうんですけど。なるほどね。なんか写真撮る時しか着れないですよね。あ、パンフレットとか、うん、着るチャンスがないですね。ないす。もうふわふわのやつはいいんじゃないですか、着てって現場に。いやでもそれ暑くてさ、電車の中でイライラすると人殴りたくなっちゃうから、うん、殴ってけばいいじゃないですか。小西さんに相談するとみんなそうなるんですよね。ガンって殴って神谷君だけですよ止めてくれるの。いややめときなさいって。あと沖谷君、ダメよやっちゃう。そんなじゃあ買わないでいいんじゃないですか。でもなんか可愛いと買ってしまうじゃないですか。じゃあそれは家の中に展示ルームを作って。あーそれ、あのボディ何かに似てるゲーム。そうボディ、動物の森ということで小西さん今日は動物の森をやりますよ。ユン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 ユーチューバーニュン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 ヤング TV 始まります。なんかいいパスした気になれへん。さあということで小西くん、はい、今日はですね、はい、あの僕はもうこれをね、うん、紹介するべきなのかどうなのかと思うんですが、動物の森、うん、スタッフは、うん、やってくれと、はい、自分のキャンプ場紹介して面白いですか。そうですよ、その面白く なるわけないじゃないですか。動物って言うてますけど、うん、動物じゃないファンシーな生き物ですからあれは。あいつらのちょっとやっぱり動物っていうなんか闇を感じる瞬間があって、うん、え何あの虫をくださいって言うじゃないですか、はい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 、で虫あげるじゃないですか大量に、うん、あげるあげる2匹ずつぐらい3種類とかね。なもうコガネムシとかね蝶々、ね、とかあげるじゃないですか、うん、そしたらバーベキューだって言って、うん、バーベキュー始めるんですよやっぱり動物だと思って。小西くん、今昆虫食っていうのは見直されてるんですよ。小西さんにいただいた蝶々もあるから一緒にバーベキューしよう。やだよ。ビビビビビビビ。小西さんはやったーですよ。あと悲しいのが虫をあげて、うん、じゃあ、 歌虫を観客にして歌を歌おうって言って、うんうんうん、ありますね。虫かごに入った虫の前で歌をこうやって歌うっていう、あれも悲しいですね。さあじゃあ開いてみますよ、はいね、さあというわけで小野坂さんの、はい、レベル40になりまして、はい、あらちゃんとクリスマスやつ使ってるじゃないですか、はい、クリスマスちゃんと使ってますよ。あーかわいい部屋ね。でこれほらあいいいいうちこれスポーツこっちやってます。スポーツやってるところでその料理していいんですか。ほこりいっぱい立つのに。でこっちはねだからねあの表、あのケーキはもう砂ぼこりですよね。これはね、これだから表っていう、だから動物なんだからいいんだよ、うん、別に人間が来るんじゃねえんだから。集めている自分の、うん、そのキャンプに招待している動物たちは、はい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 、だいたいその猫ちゃん中心に、あ、なるほど、猫ちゃん好きですもんね。猫ちゃん中心にウサギと、うん、なんか可愛めのやつですね。はい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 、カエルね。ただ、小西さん、うん、僕あの動物ね、もう全部の動物来てるんですよ、うち、はい、ただ全部って何種類いるんですか。42、43、44匹44か。俺どんだけやろ。この中で僕あの猫全部入れていこうと思ったんですけど、はい、とんでもねえぶっさいくらい猫がいるんです。一匹ジンベイって言うとこれしょ、これヤンガカン、ヤンガカン、こいつを入れるかどうか今迷ってるんですよね。俺はね入れないね。ドレミちゃん入れればいいのに。ドレミちゃん、ドレミちゃん可愛いからまあ入れると思います。うん、ドレミちゃん可愛いじゃん。あクジャクのヒノコとかね、この子新しい子ね、うん、3匹入った。これさ、あのプースケってウサギがいるんですか。あ、います、います。プースケの本体見たことある、うん、プースケって ここについてるやつでしょ。わかりました、わかりました。プースケってね風船なんですよ。そう、浮き輪なんですよ。でここにあの空気入れるとこ穴がついてるんですよ。あれポンってやったらプスーってなるんです。そう、あれ中何入ってんだろうと思って。小西くんはどの子が一番お気に入り、うん、僕はね、うん、どれかな。圧倒的にブーケちゃんだね。ブーケちゃん超かわいいのは、かわいいなと思ったのはアセロラちゃんかな。アセロラかわいいよね。俺ブーケとアセロラが好き。アセロラちゃんはかわいいと思う。ブーケとアセロラだって自分の部屋にいるもん、ちゃんと。
アセララってさ、ちょっといい女っぷるよね。この子ほら、なんでさ、自分の女みたいに言ってあいつさ、みたいな。アセララここに今ほら、うん、アセララちゃん可愛いよね。アセララ可愛い。ブーケ、可愛いかな。ブーケが一番可愛い。ブーケが一番ね、ブーケは奥さんに向いてる。ブーケはそんな感じしないんだけど。優しい。ブーケちゃん一番優しい。はい、何かにゃ、聞けですよ。よかったこれあげる。カブトムシあげる。カブトムシあげる。うちの森カブトムシ死ぬほど出るんですけど。ちょっと言ってくれ。カブトムシめちゃくちゃ出るんですよ。カブトムシ調理器聞いてる。ちょっと俺のブーケと話してるから。うん、じゃあそれぞれ別々にやろうか。今日は小西くん言うたら俺のこれ見て。どれ。ここのテーブルに置いてあるスノードームの横のもの、うん、ピンクのカバン、高級バッグ、バーキンのバッグ、高級バッグ、これ1万円もすんねんで、タヌキチから買うと、騙されたらタヌキチに騙されてるよこれ、ものすげえ高いの、色違いであるでしょ、同じような茶色いやつとか、嘘でしょ、あんの？タヌキチに騙されてんじゃん、全部買わなあかんよ、こっちもやってる？この車の中も、車やってますよ、嘘、ちょっとだけ。気持ち悪い。気持ち悪い。これ料理もできるしね。ここ、いや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 、気持ち悪い。何これ。2階行くよ。これさ、シンクとか色味を変えた方がいいよ。合ってない。2階行くよ。水玉に。2階はね、全部緑。うん、まあこっちはまだ、こっちの方がまだ。ただ小西君、行かれへんじゃん。行かれへんね。だから違うね。小西君、これ違うね。だから、うん、小西君、これは僕は中に入らないの。なんで？こういうお庭っていうこと。だから僕が中に入るんじゃなくて、こういう場所、うん、ちょっとこういう場所なの。ちょっと小西君、ちょっとこういう場所なの。小西君なんか、うん、こだわってる場所はあります？こだわってる場所、うん、こだわってる場所は特にないかな。あ、でも、うん、うちのバンの中はちょっとこだわろうと思って頑張ってます。本当は、もしくは何これ。本当はここに、何これ。こっちはね、全然作れてないんですよ。うん、だから適当に展示してるだけ。はいはいはい。で、ここプールにして。小西くん、ちょっと猟奇的だね。ここビーチに。小西くん。これ今集めてるんですよ。小西くん、うん、これはお客さんに見せない方がいい。小西くんのこの猟奇的な部分出るから。小西くんのそのダメな歌詞が出るから。ダメ。あの、これ映さなくていいから、小西くんのは。あの、小西くんのキャンプは楽しいですっていうことだけ言っといてあげて。